パワドンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日はですね、久しぶりに料理動画をやりたいと思います。で、今回何を作るかと言いますと、こちら。おー、ミートソースですね。これミートソース、いろいろ料理に使えます。ラザニア作ったり、あとドリア作ったりね。サイゼリア風のミラノ風ドリア。サイゼリア風のミラノ風って、風になっちゃってるけど、これもね、このミートソースを使いながらね、この次回の動画でやりたいと思いますので、今日はそのね、前段階として、ミートソースを作っていきたいと思います。では早速、やってみよう！はい、今回用意する材料はこちら。はい、まずは玉ねぎをみじん切りしていきます。なんか腕のあざが気になるぞ。なんかいつの間にかぶつけたみたいであざができていたぞ。あまりこれは気にせずみじん切りしていきましょう。やっぱ気になるけどね、なんかあざが。はい、こんな感じで次はセロリを同じようにみじん切りしていく。ただね、このみじん切り作業ね、やっぱり手間だから、やっぱりこれがね、億劫でちょっとミートソース作るのはめんどくさいなって思っちゃう方いると思いますが、これね、みじん切りさえねしちゃえばあとね煮込むだけだから、そんなに難しくはない。みじん切りマシーンとかでなんかもうまとめてみじん切りできたらもう相当楽なんじゃない。はい、人参、人参もみじん切り、人参もねみじん切りね、めんどくさいねこれ。はい、これ今3本ありますが、ちっちゃい人参なんで実際は1本半、通常の人参だったら1と2分の1あればいいと思います。はい、こんな感じでまな板が黄色くなっちゃうからね、ちょっと気をつけたいね。人参は、はい、ニンニク、これもね違うねボウルにニンニクを粗みじんして置いときます。これ使う順番があるんで、こうやって分けて用意しておきます。続きまして、このブラウンマッシュルームね、これホワイトでもいいですけど、マッシュルーム、こちらもみじん切りするんですが、こちらの方も炒める順番とかがありますので、このブラウンマッシュルームも別のボウルを用意して分けておきます。はい、こんな感じ。はい、じゃあ炒めの作業に入っていきます。じゃあこれエクストラバージンオイル垂らしまして、ニンニクを香り立つまで炒めていく。はい、そうしましたら先ほど刻んだ人参さん、玉ねぎさん、セロリさんをこんな感じでね、はい、ちょっとね塩振ってあげて水分出してあげると早くこうやってしんなりいきますので、はい、そんな感じでちょっとしんなりするまで炒まったらマッシュルーム入れてまたさらに炒めていきます。はい、ある程度火が通ったらここでひき肉、合いびき肉の登場だ。合いび肉をこうやって先ほどのしんなりした野菜と一緒にこうやって火が通るまで、はい、こんな感じ、いいね、いい感じね、いい感じで水分が抜けてきたら、まだ水分足すんだよここでな。ここで赤ワイン足して 400ml ですね、赤ワインを足します。またで水分出ちゃったよこれ。この水分をまたさらにこの水分なくなるまで煮詰めていくんだろう。これ強火でいいぞ、中火から強火の間でこうやってグツ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 と、はい、こんな感じでねグツグツと、はい、いい感じだ、水分飛ぶまで、あ、いい感じ、水分飛んでんね。これかき混ぜてこうやって鍋の底、あ、いい感じ、こうやって鍋の底でこんな感じで水分飛ばしたら OK だぞ。そしたらまたまたここで水分だ、ここでまた水分の登場だ。カゴメの、カゴメじゃないか、カゴメじゃないかもしんないが、このカットトマトを入れていく。2缶ここは入れていきます。
また水分出ちまったぜおい。はい、コンソメ、ここでコンソメを2つ投入、ローレルも1つ、ナッツメイク、ナッツメイク少々入れます。そうしたらお水、先ほどのこのカットトマトの缶の中に残りのねトマトがね残りのねちょっとね残骸って言っちゃうのかな、ちょっとね残ってたりするんで、こういう風にね水を入れてあげてやると中のね残りまで一緒に出てきますので、こういう風な感じで水をね足してあげて、水はね 500cc 入れてください。500ml ですね。はい、またね水分いっぱい出てきちゃったけど、ここでまたこうやって煮詰めていきます。でこのアクをねこまめに取り除いてください。でまた水分がなくなるまでこういう風に煮詰めて、でこの辺でね先ほど入れたローレル取り出してあげてください。ローレル、はい、ここでねある程度水分が飛んだら固形バター、はい、ここでねバターを投入して混ぜていきます。いい感じでほら水分が飛んでいい感じになっております。でまだねこの時点で味ついてないんで、ここで最後にねお好みでこれは塩コショウを足してください。これは本当にしょっぱめでもね、ある程度この時点でしょっぱめでもソースとして使うのでいいかと思われます。あんまり薄いとスパゲティとかにかけた時に、パスタとかにかけた時になんか薄い感じになっちゃうんで、この時点でちょっとしょっぱいかなぐらいの味付けでいいと思われます。ここはまあお好みで。はい、じゃあね今日はスパゲッティ、ミートスパゲッティで食べていきたいと思います。はい、こんな感じでねスパゲッティ、1本出ちゃったピローっと。スパゲッティはねうまいよね、ミートスパゲッティはやっぱ定番だからね。はい、こんな感じ。ただねここでちょっとボンミスだね、ミートソースを盛り付ける尺が取れてると思ったら取れてなかった、スタンバイ状態だったんだ。はい、というわけで完成いたしました。早速食べていきたいと思います。いやいいね、最高だね。うめえ、やっぱり見た目と一緒で味も最高です。めちゃくちゃうまい、まずいわけがないよね。もうもはやねミートソース嫌いな人なんておそらくいないんじゃないかって思うぐらいね、めちゃくちゃ美味しいですね。パルメザンチーズたっぷりかけてね食べるのが好きなんでね、大量にかけてね食べてますけれども、うん、うめえ。ではねゆっくりトンちゃんとママと一緒に食べていきたいと思います。はい、というわけでごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったよ。もうね足りねえぐらい、マジでめっちゃ食いたい、もっと食いたいぐらい、そんだけ美味しく出来上がりましたね。ぜひねこのミートソースね、まあちょっとね時間かかりますけれども、煮込む時間がね時間かかりますけれども、野菜さえ切っちゃえばもう簡単にできますんで、あとは待っているだけでできますので、ぜひ皆さんも、チャレンジしてこの美味しいミートソース作ってみてはいかがでしょうか。今日の動画はここまで、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。